皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。プレミアはシティの優勝が決まり、最後順位確定を残すのみだけど、今季首位を走りながらも息切れしてシティに競り負けたアーセナルのサポーターはすでに来季の話題に。おお、補強とかですか？それもあるけど、来季のユニフォームが発表になったんだ。モデルとして、契約延長したばかりのイングランド代表フォワードサカラ。複数の選手が来季のユニフォームを着た画像が公開された中で、我々にも去就が気になる選手が。冨安ですね。そう、来季のユニフォームは2003-04シーズン、今や伝説と言っても良い無敗でプレミアリーグを制したアーセナル。無敵と言われたそのチームのスピリッツを20周年を記念し、引き継いだものに。それだけにサポーターからも期待が高まる中で、冨安、ティアニー、ウーデボールが映った画像が。来季のユニフォームを着たモデルとして画像が公開されるってことは。そう、サポーターたちも冨安の残留を予感して喜んでいるんだよね。そしてサポーターだけでなくアルテタ監督も直近の会見にて、冨安は復帰に近づいていると思う。サリバ同様に良い状態でプレシーズンに臨めるだろう。彼はとても一生懸命やってきたし、冨安にとっていくつかの問題を抱えた本当に難しい一年になった。と思うばかりながらも同時に、彼は素晴らしい人間で、トップクラスのプロフェッショナルだ。とにかく我々は彼を起用できるようになることを願っている。起用できる時の彼は本当にチームを助けてくれるからね。と来季の冨安のプレーに期待をかけている。どちらにしても復活の時は近く、そして来季開幕にはなんとか間に合いそうという感じですね。だね。それもあってユニフォームのモデルとして姿を見せてくれたのはサポーターにとっても朗報だよね。ちょっと痩せた気もしますが、ここからコンディションを再度作っていく形でしょうかね。しかし、そもそも冨安には移籍の噂もちらほらありましたよね。そうだね、すでにセリエ A での実績もあるだけに、イタリアの複数のクラブから調査やオファーがあったと言われる中で、中でもユベントスは何度となく報道があったクラブだよね。ボローニャにいる時からも噂はあったけど、アーセナルへ移籍。その流れもあるんじゃないかな？それ以外でもバルセロナが興味を示してるという報道もあったり、アーセナルが冨安に代わるサイドバックを獲得するという話もあったりと何かと去就が気になるところだった。ただアーセナルが失速したタイミングって偶然かわからないですけど、冨安が怪我で離脱したタイミングと被ってた気も。そういう言及もなくはないんだよね。現地紙のアーセナル担当記者はブライトンに敗れて事実上優勝を逃した試合の後に、今回の敗戦で改めてサリバ離脱の影響が深刻だったと実感した。冨安の不在も大きい。この試合でガブリエウとコンビを組んだキビオル、そしてベンチにいたホールディング。これではサリバとのクオリティの差を埋められなかった。もしも冨安が健在だったら右サイドを彼に任せて、ベン・ホワイトをセンターバックとして起用できたはずだ。と失速した要因として、冨安、サリバラの不在を挙げた。また別の現地紙はアーセナルの失速を今季のリーグ戦では13ゴール11アシストと大暴れした坂にあると指摘。いやいや、残した数字を見れば坂が原因で失速したというのはちょっと酷なのでは。ただ坂の直近の成績を見ると、4月以降はサウサンプトン戦でゴールを挙げた以外は点に絡んだ試合はないんだ。坂が今まで通りの活躍ができなくなった要因をいくつか挙げる中で、冨安が負傷で戦列離脱した右サイドにもその要因があると指摘。サリバの怪我が大きく騒がれたが、同じ試合で冨安も負傷してシーズン終了となった。このタイミングがアーセナルのシーズンに壊滅的な影響を及ぼしたのだ。冨安は怪我をする前にリーグ戦で21試合に出場し、定期的に最後の20分で使われていた。その出場はホワイトに休養を与え、さらに試合をそのままクローズさせる大きな役割を果たしていた。しかし冨安離脱後はホワイトがもっとプレイしなければならなくなり、彼に疲労が溜まっていきフレッシュな状態ではなくなったようだ。これは坂との連携にも影響し、サリバを失ったことで後方からのボールのスピードも大きく低下した。と指摘した。スタメン出場が少ないという指摘もある中で、それでもチーム内において冨安が果たしていた仕事は小さくはないと思わせる指摘だよね。確かに。特に来季は CL もある中でターンオーバーの重要性は今季にも増して大きくなりそうですね。実際に冨安が怪我した当時の海外の反応を見ても、冨安のシーズンが終了した。大きすぎる痛手だ。負傷した時の様子から見て来シーズンに間に合えば良い感じだ。彼のことを思うと辛すぎる。本当に優秀な選手なのに、怪我が多い。彼はガラスのようだ。彼はスタメンの選手に思えないがそんなに痛手なのか？リーグ制覇に致命傷になるとは思えない。冨のプレーを見たことがない、もしくは価値がわからないならすっこんでろ。
ベン・ホワイトにポジションを奪われ、怪我をし失意のワールドカップを過ごした。彼からもう何も奪わないでくれ。侍が帰ってくるのを待つしかない。頑張れトミー。彼はヨーロッパでも屈指のサイドバック、もしくはセンターバックになる可能性があるんだ。挫折を乗り越えてくれ。期待の大きさがわかりますね。今季の富安は右サイドバックだけでなく左サイドバック、センターバックと多くのポジションをこなし、ターンオーバーの中心にいた選手と言ってもよかったからね。実際に離脱して数試合経った後にアーセナルに起こったのは勝ちきれない試合。アンフィールドで行われたリバプールとの2対2の試合は良しとしても、ウェストハム、サウサンプトンと点を取りながら守備がこらえきれずに2対2、3対3と3戦連続ドロー。そしてシティに1対4と敗れて、優勝の行方が大きく向こうに傾いたという流れ。冨安がいたら、と思わせる展開なのは間違いないところですね。アーセナルにとっては19年ぶりのプレミア制覇が見えていただけに、残念に思う気持ちもあるけど、ゴールキーパーのラムズデイルは今季について、もともとシーズン初めはチャンピオンズリーグ出場が目標だった。それを久しぶりに達成できたんだ。6年間で5回も優勝しているシティを我々は最後まで追い詰めた。残念なのはリーグを制覇できなかったことではなく、最終的にどう終えたかによって決まる。自分たちを誇りに思うが、鏡を見て、自分たちのミスや間違ったところを真っ先に認めなければならない。そうすることで、そこから学び、より良くなっていくからね。と今季の戦いぶりに満足感を示しながらも、すでに気持ちは来季に向かっている。今年の成績を良しとし来季に向けて補強や離脱者の復帰など前向きな情報に目を向けるべきということですね。冨安は確かに怪我も多く、シーズンの終盤の大事なところで離脱したことで、アーセナルはもちろん、日本代表の3月の親善試合はもちろん、6月の代表収集にも呼ばれていない。ですよね、その代表とクラブの両立が冨安にとって大きな負担になってる感は否めませんが、来年には厳しいシーズンの終盤にアジアカップもある中で同じ鉄は踏まないように、リハビリはもちろん、怪我の再発を防ぐケアも含めて一回り大きくなって戻ってきてほしいよ。それだけアーセナルのサポーターはもちろん、日本のサッカーファンからも期待の大きい選手ですしね。すでにアーセナルには新加入の選手を迎え入れるために、大幅な選手の入れ替えが噂されている。最大8人の新加入選手を迎え入れる資金源としてなんと14人もの退団者が出るとの噂。サカ、ウーデボール、ホワイト、サリバラ契約延長を終了した選手、また現時点でそれらを進めている選手。そして新加入としてウェストハムのイングランド代表ミッドフィルダーのライス、シティの中盤を長く支えたギュンドアンら。来年に向けて獲得を進めている選手もすでに名前が上がってきている。新生アーセナルの一員として、冨安にも期待したいですね。だね、叶うならば一つのポジションで固定して使われてほしいところだけど。プレミア有数のクラブでそれを掴み取るのは大変なことでしょうけど、冨安ならできるはず。ぜひ頑張ってほしいですね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。